明らかに自分の持っている、うん、グナ性質、ね、性質と違うところに行ったりやったりする、うん、もうないしはそういうことを考えたり、うん、目指してしまったりすると、うん、あの疲れるのはそれは当然あると思うんですね。共通していくつかこう同じようなことに悩んでる方がいらっしゃる。このマロニーさん30歳女の方、はい、エミリー先生、私の悩みですが、私はすぐに疲れを感じてしまいやすく、うん、普通の定時の仕事やお休みの日に買い物に出かけただけでも疲れたと思ってしまいます、うん、という生きる力が上がんないっていう方結構いらっしゃるんですよね、うん、これについてどうしたらいいのかっていう、うん、はい、活動限界を感じてしまうので、はいはい、やってみたいなと思っていることを諦めるしかないのかなと思ってしまいます、うん、活動的になれるエネルギーを持ち続ける方法はありますかっていう、うん、はい、疲れてしまうというのが、うん、おそらく、うん、本人のエネルギー不足っていうのも関係はあると思うんですけど、一つマロニーさんの件で思うのは、うん、はい、自分のちょっとインド哲学言葉を使わせてもらうと、うん、自分のグナとかけ離れた場に行ったりやろうとすると疲れちゃうっていうのはあると思うんですね。で、それは私も一緒で、うん、私ももう大お疲れ大会でお疲れ大会で、新宿とか行けないです。あ、僕も割とそうですね、うん、渋谷とかも行けないです。辛い。だからそこに行くと自分のエネルギーが停滞したり混乱したり、うん、後で修正するのに時間がかかることが起こってしまうっていうのが分かってる、うんうん、あとは新宿的な人々とか、うん、いらっしゃいますね、渋谷的な人々とか、はい、で差別するつもりはないんですけれども、うん、こう明らかに自分の持っている、うん、グナ性質の話ですね、性質と違うところに行ったりやったりする、うん、もうないしはそういうことを考えたり、うん、目指してしまったりすると、うん、あの疲れるのはそれは当然あると思うんですね、うんうん、なのでマロニーさんのケースがそれにもし当たるようだったら、うん、もしかしたら自分の本質的な個性と違うことをやっているから疲れちゃうのかなっていうふうに思います、うん、やりたいとは思っていても、うん、矛先がもしかしたらちょっと自分に向いてないことをやっちゃってるんじゃないかなって、うん、ふうに思います。